相手のいいところを伝えましょうと、例えば昨日の教えの一つです、相手のいいところを伝えようとかね、増やしてもらいたいところとか、増やしたほうがいいところを伝えましょう、まあ、心理学の法則とか目的論、まあ、アドラーとかね、我々はこっちをベースにしてるって言いましたで、やってみないと分かんないわけです、だから実際にやってみましたで、やってみたら何が起こるかっていうことです、で、やったことから学ぶっていうのがあの大切な姿勢です。あの何かか正ししいこここととをを学学ぶんんじゃなななくてやってててやややっっっみたた結果起こることかららででそそそそののの中で使えそうなものをやったらそうなもも良さは増やして ていくということをぜひしてもらいたいということです。で、あの一見いいとこを増やし伝えてるつもりでもね、相手がからしたら居心地が悪くなったりとかね、あの相手からしたら不愉快になることもあるんですよ。 あのー、本当にそうなんですもう自分がね本当にしんどかったりつらかったりやめたいのにねいや絶対何々さんならできる大丈夫とか言われるとねもう鬱陶しいから向こう行ってってなることもあるじゃないですか向こうは全員100%あなたこんないいところこんなもうもうほっといてって時もあるわけだからいいとこ言えば何でもいいってことじゃないんですだから何が正しい正しくないじゃなくて今やってることが何を引き起こしてるのかってことを考えてみたいいつもねそこから学びたいっていうことです、えー、やってみてどうだったでしょうかで 我々コーチの仕事はとはいえですよ基本的には基本的には相手の本当にいいところ素晴らしいところっていうのを見つけてそれを伝えていくって我々の仕事ですだからいいとこ探しをしてくださいでいいとこ探しするといいとこが増えますからで悪いとこ探しすると悪いとこが増えますなんで悪いとこ増えるのかってことなんです人間はさっき僕の話をしましたお前はできないダメだ最低の人間だ給料泥棒だって言われるとだんだんね言ってる側も言えば言うほどそういう気持ちによりなるんですよ 上司も言いながら「お前本当にできねえな」って言いながら自分の言葉で自分を説得して強化してるわけだから自分の旦那さんには「本当にねうちの旦那は気が利かなくて」って言ってることが自分の思考を強化するんです。人間の考えって何かすごく強烈ねもう旦那が全くどうしようもないあのしょうもないっていうね 例えばなんか酔っ払ってきて人に迷惑かけてるみたいなのを目の当たりにしちゃってすごく不愉快な思いをしたりするそういう衝撃があるとあもううちの旦那しょうもないと思うわけなんですよでもそれだけじゃなくてね繰り返し繰り返し小さなことでもしょうもないしょうもないしょうもないって言ってたりとかちっちゃなしょうもないことを見ててもこの人しょうもないなと思うわけで言ってる方がね言ってる方が相手のダメなところとか問題を見つけてるとどん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 そこにばっかり視野が狭まってきますでそこを見つけるようになりますそますますその人に対する見方がダメな人になっちゃうわけです で言われてる方も僕自身もそういう体験しましたけど言われてる方も「お前ダメだダメだダメだ給料泥棒だ」って言われてるとそんな気持ちになってくるんですこれだけ言われるからそうなんだろうなと思うわけですで心の状態も悪くなるからまた失敗するとかダメなことやるでコミュニケーションも悪くなるからますます閉じるちゃんと話ができなくなるでどんどんその変なイメージの方に近づいていっちゃうっことも起きるわけです聞いてる周りもそうですねうちの旦那ダメなのよっていうのをね近所の人がずっと聞いてたりとかそれからね うちのお父さんって、本当、ダメよねっていうのを、子供が聞いてたりとかって、すると、子供も、あ、お父さん、ダメなんだと思うし、近所の人も、あそこ、旦那さん、ダメなんだと思うわけです。で、だんだん周りがそういうふうになってくる。で、自分もそうなってくる。だから、どんどん問題が拡大してくる、っていうことが起きるわけです。だから、いいとこ見つけようってことの、いいとこ見つけて言ってると、自分もそんな気になってくるんです。だんだんそういうとこ見つけるように、自分もなるから、言ってる側が、で、言われてる側も、だんだんそうなのかなと。最初、笑顔が素敵ですね。っていや、笑顔なんか言われたことないけどな、と思ってんだけど、何回もやれると、あれ、そうなの？みたいになるわけです。 これ、ね、面白い実験なんだけどねあの例えば、ね、コンビニでもいいしどこでもいいんだけどねあのお釣りかなんかもらうでしょありがとうございます笑顔素敵ですねって言うとねほとんどの店員そうですかって言いながら笑うよそれまで笑ってなかった人が。ですであ,のあれそうかなって思うんですよ。 であのそういうものなの人間って言われたらそうなのかなと思って増えちゃうからで繰り返し言われるとそういうもんだってだんだんセルフイメージができちゃうんですでだから実は言い続けることで増えるっていうのは本当ですで周りの人も言われてるのを見てるとあこの人そうなんだと思うわけねでなのでぜひねいいとこ見つけて言うでその人が幸せに生きられるポイントを指摘し続けるっていうのが自分にとっては相インテンでも幸せだからそれがコーチの仕事だと思ってくださいで見つかって言うっていうのがポイントね 見つけけるる力ってのあるわけ発見する力は相手の方に意識が向いてないと発見できないからでいいとこ探そうっていう意識で見てないと発見できないからまずその相手のいいところを発見しよう増やしたいところを発見しようっていう意識でいることね見つける力が大切で二つ目は一人で見つけてニヤニヤしてても何も変わりませんからちゃんとそれ相手に伝えるってことね伝える力っていうのが大切なわけで相手が受け止めてくれる形でいいところを伝えるこういうとこ素敵ですよねとかなんか私も勉強になりましたとか参考にしたらここ伝えてみるっていうことねでそれをやると 何が起こるかっていうと相手はそうなんですねって嬉しいなって気持ちになるわけで嬉しい気持ちになるとどうするかっていうとあなたにもあなたのいいとこ伝えてくれるんですよでその時に問われるのがこっち側の今度受け取る力なんですねいや大樹さんも笑顔素敵ですよっていや僕の笑顔ほっといてくださいってやるとあのでやるとやっぱりそこでコミュニケーション切れちゃうじゃないですかで本当に僕ら勇気づけの循環って言ってるけどその お互いがお互いいいねいいねってやり合うような循環が起きるコミュニケーションを作るためにはまず自分起点で自分が発見する自分が伝えるで伝え,て伝え返してもらったらちゃんとそれを受け止めるでコミュニケーションを回していくっていうことをやりたいっていうことです。でちっちゃいねあの実習なんだけど例えばねあの本当に我々が普段ね えー、もっとどんなことができるかっていうことをこういうことからも考えることができるしその時の心の動きからもっといいやり方をね見つけていくこともできるわけですでもう一個お伝えしておきます今からね話を二人でしてもらいますとでしてもらった上でねお互いのいいところを指摘しますよって言うともうちょっと頑張ったかもしれないんですで普通に話してもらいましたよね普通に話してんだけどやっぱり相手はあなたに対してたくさん印象を持ってるっていうことです で我々が普段どういうコミュニケーションを取ってるかということに対して相手は言葉にはしないけど印象をたくさん持ってます。で、だから我々がどういうコミュニケーターというかね、どういう話し相手というか、どういう存在として相手の前に立ってたいのかということについてはたくさん意識をした方がいいということです。そしてそのことに向けてやれることがあるんだったらやった方がいいということです。あのすごいシンプルな言い方すれば。 ほとんどの場合ニコニコしてた方がいいことが起こる。っていうことであのー、そうなんですニコニコは敵意のない表れだしね心からのニコニコはねで相手に対する OK いいよっていうサインですからでそういった方が相手も心を許してくれるしいろんな話をしてくれるわけいぶかしげに聞かれてたらね話す気が起きなくなるでしょ我々は基本的には相手に心をオープンにしてもらいたいしいろんな話をしてもらいたいから基本的にはそういう存在としていたいわけ。でだからね 普段からこれねそうスキルがいっぱいあるコーチでもすごくもったいないなっていうコーチがいてなんかねちょっととっつきづらいとかね話しててなんかこの話しててもいいのかなって思わせるようななんか表情してるコーチとかがいるわけですごくもったいないなと思うんですよね。にこにこしてれば大体気持ちよく相手話してくれるしあのねコーチングってね相手が話してくれなくなったらきついよ。 <laughs> そううでしょあのやりよよがないよねコーチングって相手から引き出すものだし相手の話聞くものだからだから相手が気持ちよく話してくれるっていうのがコーチングにとっては生命線なんですよね。でだとしたら気持ちよく話してくれる存在でありたいなっていうことです。であの今日の授業だけじゃなくてねあのこれから繰り返しより気持ちいい聞き手になるためにあの。 スキル的な面でもね、あり方的な面でもいろいろ考えていくんですけど、ぜひ忘れないでいてください。あの、相手はあなたの表情とかね、あなたがやってることからずっと印象を得てます。で、それによって自分がどういうふうに心を開くかとか、どういう話をするかって全部決めてるんです。で、話す内容もそうなんだよね。話す内容。あなたがどんな関わり方をするかによって、話す内容すら変わってきますよ。質問に対する答えすら。ってくるね、そうだよね。だって、ジッタさん本当にね、やりたいと思ってる夢って何ですか例えば聞かれるとするじゃないで すごい否定してきそうな雰囲気がある人から聞かれるのと何言っても OK っていい,でじゃない,いいじゃないですか面白いですねって言ってくれそうな人から聞かれるのと絶対答え変えるじゃないですか当たり前だけど。で人間ってねあの賢いからそんなに無防備じゃないわけちゃんと相手見て 同じ質問でも必ず答え変えちゃうから。で、人間は動物なんです。で、コンピューターじゃないわけ。あの、グーグルは別に人見ないよね。あの、質問、同じ質問に対しては同じ回答を返してくるじゃないですか。ところが、あの、人間はそうじゃないから、我々がどんな風にコミュニケーションを取るかで、同じ質問しても同じことやっても、どんな反応が返ってくるかって全部変わっちゃうわけ。だから、あの、自分のコミュニケーションのいいところとかね、相手にとって役に立つところっていうのに気がついて、それを伸ばしていくいのはすごく大切なことです。